コンパスでございます。よろしくお願いします。お願いいたします。本日は浅草東洋館からお届けいたしますということで、西本さん。はい。千葉県民謡の銚子大漁節でございます。うん、この曲はですね、うん、これ、イワシの大漁を祝う曲と。なるほどね。ねえ。まあでも僕はイワシよりもアナゴが好きっすね。どうでもいいわ。いえ、どっちが好きっていう話してないんですよ。あ、そうなの？ねえ、イワシだって美味しいですよね。いろんな食べ方ありますから。うん、例えば？例えばこれ、煮ても焼いてもうまい。いや、煮ても焼いてもならアナゴの方がうまいでしょ。アナゴやめろよ。え？アナゴの話やめてよ。だってあなた千葉出身でしょ、はい、ね、イワシがね、この千葉のね、こう魚なわけじゃないですか。いや、そうなんですけど、僕住んでるところ、海近くないですよ、ね。どうでもいいんだわ。なんなのさっきから。調子の歌なだけに、ちょっと三味線の調子も良くない気がするんですよ。うまくねえんだよ。それでは聞いていただきましょう。千葉県民謡、銚子大漁節。仕込む親子へ浜大漁だれ、とうとせとうが重なりゃ百となる、千を飛び越す万両年浜大漁だれ、ありがとうございました。